亀部は漢字を部首により分類したグループの一つ。高記典点214部首では213番目に置かれる。記事は亀目メメの爬虫類の総称として用いられる。亀は古くより真意な霊獣として扱われており、来期霊雲編に林、大鳥、竜と並んで四霊の一つに挙げられている。このためその甲羅を焼いて占いに用いた。これを木木という。 その甲羅に占いの言葉を刻んだものが現存最古の漢字である吉光十骨文字、いわゆる甲骨文字である。その焦点の字型は亀を側面から見た形にかたどっており、上部は亀の頭を表し、右部は亀の甲羅で、そこに甲羅の文様があり、左部は手足、下部は尾を表す。なお、甲骨文や金文のうちには、 側面から見た形だけでなく、上部から見た形のものも見受けられる。変貌としては亀に関することを示す疫苗となるものも、あるが亀の種類を表す変貌は他に棒があり、こちらの方がよく使われている。亀部は、このような疫苗を構成要素に持つ漢字を収める。記事の字体は地域によって才がある。印刷書体において、後期時点は頭を、く形とし、 中央の釣り針と縦棒角と接する横角から出ており、手足は甲羅の枠線から縦角を貫いて伸びている。また中央縦角は釣り針の横部分まで接している。台湾の国字標準自体もほぼこれに従うが、中央縦角がこの下部先端まで接し、釣り針からは離れている。香港の常用技字形表はこれに加えて、手足が縦角を貫かず、 釣り針に接するのみである。中国の新字型は頭を短い左払いとし、釣り針と縦棒は下の横棒から出て、手足は釣り針近くから出るものの接せず、中央縦角は釣り針の横部分まで接している。日本の新字体ではこれを、亀とする。一方、中国の艦隊字では、さらに簡略化し、としている。きありがとうございます。